秋に食欲の秋におすすめしたいテイクアウトグルメです。今ですね、居酒屋さんなのに、うん、女子高生がテイクアウトしに来るというあるものがあるんですよ。はい、いいのそれは。それがあるのがこちらです。何、長崎市浜の町にありますウィズ長崎ビルに入っているカラカラというですね、本格的な韓国料理が安く味わえるお店なんです。はい、例えばこんな料理、コプチャンチョンゴルといいまして、韓国の石焼きホルモン鍋。これね、プリプリのホルモンと甘辛いタレでやみつきになる一品で、辛そうね。美味しそう。それがちょうどいい辛さなんですよ。もう私たち大好きなんです。私たち？あれ？というのが、りょうちゃんとよくお邪魔しておりまして。そうなんですか、プライベートで。はい、韓国のお酒、マッコリと共にいただくと最高なんですが、美味しそうね。まあ、これはお店専用の鍋がないと楽しめませんよね。ここからが本題です。テイクアウトね。テイクアウトできる韓国料理というのがこちら、チーズハットグ。知ってます？これアメリカンドッグですか？あ、一見そう見えるんですけれども、食べてみますよ。はい、かぶりつくと、かぶっといって、はあ、ビヨーンと中のチーズが伸びます。チーズ、これが韓国で流行っているチーズハットグです。写真映えするということで女子高生がテイクアウトして帰っているそうなんです。このカット代わりあんま必要なかった気がしますけど。ちなみにですね、りょうちゃんが連写で70枚撮ってくれた中の厳選した3枚。そうなんだ、仲いいね。こうやってね、あの撮り合うのも楽しいよね。そう、ゆきちゃん食べたことあるんですよね。私はあの新宿の新大久保で食べたことあります。やっぱ東京で流行ってるのじゃん。はい、なんか新大久保、韓国グルメが盛んなので、撮りたくなりますよね。そうなんですよ。でスタジオにテイクアウトしてきたものがこちらです。やったー、ありがとうございます。はい、ではビヨンしてください。あ、ビヨンね。はい、これ外にかかってるのはケチャップとマスタードです。マスタードですね。はい、お砂糖がかかっているお店もあるんですけど、ここはシンプル。おー、さあゆきちゃんはどう？ゆきちゃんは、あ、伸びた伸びた伸びた。やったー。だいぶ垂れてる。あ、すごい、どんどん伸びる。どうですか、お味は？楽しいね。ね、楽しいでしょ。美味しい。連射したくなる気持ちはあるでしょ。わかるわかる。あ、チーズすごい、なんか結構あのしっかりしてるね、このね。切れなさそうな伸びのいい、そうなんです、コシのあるチーズですね。なんかオリジナルのブレンドしたチーズだそうで、はい、外側はねちょっと甘い皮といいますか。でもアメリカンドッグの雰囲気はありますよね、外側の生地とか。そうなんですよ。これはね、結構1個でお腹いっぱいになるので、うん、食べ応えがある。はい、そうなんです。ぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。場所のご案内です。カラカラは長崎市四庵橋電停から徒歩1分の場所です。ウィズ長崎ビルの2階にあります。ぜひお立ち寄りください。